ウソモグリンです。本日もレジェンズアルセウス続きやっていきましょう。さあ今回のミッションは確かエイパム山っていうところやったかなに行くところで、で今夜になってるんですよ。せやからね、夜のポケモンもちょっと気になるなというとこですよね。ほんでね、コメントでさ、手持ちを全部親分にしてくださいっていう、あっぶねいうコメントあってさ、確かにちょっとそれもやってみたいなーってのもあるんですよね。あっ毒ケイルか。これ毒ケイル俺持ってないよな。じゃあやるか。多分夜にしか出えへんのかなこれ。紙29。まあこれでいけるっしょ。よいしょ、オッケー、いい削り。はい、モンスターボール捕まれや。なに、こんなにでかいの。わお、てか朝なってきた気すんねんけど。え、これ夜朝どっちなんかちょっと分かりづらいんやけど。いけ、ほら、おとなしく捕まれ。よし、これ来たね。ナイス。多分朝はね関係ないと思うから、まあ夜か昼かみたいな。あー、ブニャッともなー。あ、ここなんか石つぶて以外出るかな。石つぶて逃げろ、クソ。方角的にはもうすぐやね。そこの山登った先か。左とかはもうここがエイパム山なんや。なるほどね。あれ、エイパムって俺捕まえてたっけ。確か捕まえてない気がする。フルフル、なんでやねん。え、やっぱこれ距離制限ある。あ、ミノムッチ進化可能やって。これ距離制限あるよな。さすがにないのは嘘。いった、やめろ。フル、あ、見して、フル。よし、これで3分の3ね。で、ミツハニーはよくて、ちょっと上に行ってから進化させるわ。よし。あ、ウォロか。なるほどね。何してんの。あら、こんなとこでお会いするとは。自分はですね、プレートを探してるんですよ。プレート集めは順調ですか。あれじゃない、親分からじゃないとさ、親分ちゃうわ。キングからじゃないともらえなくね。荒ぶるキングを倒しては得て、ポケモンに乗れるようになってはプレートを手に入れてるのですね。おう、な、人聞きの悪い言い方やな。あなたの集め方はなぜだか古代の英雄を想起させます。神王様と戦ったとされる古代の英雄。不思議なのですよね。古代の英雄に従っているとされる10匹のポケモンたちは神王様から力を得たとされるもの。なぜ古代の英雄と共に神王様に挑んだのか。すべてのプレートを集めれば謎は解けるのでしょうか。ほー、なるほどね。でも無理はなさらないでくださいね。はいはい。神王から力を得たにもかかわらず神王に立ち向かうと、そういうことか。 OK、 じゃあここでちょっと進化させてみよう。こいつがガーメイ類になるのかな。多分蝶々系になると思うから。でもガーメイ類の前俺知らんもんな。ケムッソは違うし。あ、あ、あ、やっぱ、あ、ガーメイ類なんや。なるほどね。あー、ミノムッチやったんや。俺てっきりなんかもう一個段階があるんかと思った。違うんやな。ん？何これ？占い屋？ちゃうな。あ、そのがたいでその性格はおかしいやろ。僕、金剛団の鈴木と申しますが、神薙の笛をお持ちの銀河団。僕、何か粗相をしましたか？ハゲているということが粗相だ。ああ、全くハゲ散らかして。いきなりの訪問は神の像に悪いのでお許しください。本当の目的は何でしょう。ああ、どっちにしよっかな。イダイト、まあ、さっきイダイトを捕まえないと話ならんから、こっち行こうか。
ひゆき島に行かれる。それでしたら、イダイトに認めてもらえるよう、好物を用意すればよろしいかと。まあ、いつもの流れやね。あ、そうな、そう、お前らの仕事ちゃうの。何が何が無理やねん、おら、言うてみ。せやん、お前がやれ、ほんなら。もう一つが、僕には絶対無理でして、夜に捕まえるべきポケモンがおります。どのポケモンやねん、こら。なんで選択肢の片方がなんかそのぶっきらぼうやん。キクルですか、命知らずですか。サーナイト、サーナイト、サーナイト、サマ、え、ザマゼンタ、サマヨールです。あいつか。サマヨールいるんや。俺結構あれよう使っとったで。俺四天王でも使ったで昔。悪の波動で味付けする。へえ、やります。銀河団の方、怖いもの知らずすぎて、僕怖くなっちゃいますよ。サマなんとかは、夜お化け藁あたりをうろつく。一つ目のポケモンです。お化け藁は地図で見れば手のような場所。ああ、そこなんや。ちょっと怖いところなんや、じゃあ。サマなんとかに詳しい僕。お前自分でサマヨールって言うとったん。なんで急にサマなんとかになんねん。よいしょ、じゃあこの先やね。ちょ待てよ、ポケモン入れ替えていってもいいかもしらんな。もうガーメイルは正直いらんから、ちょっと入れ替えよっか。ここで入れ替えられるんや。あれ、嘘ついたかもしらん嘘ついたかもしらん。ありゃ、こっちか。あ、じゃあスコルピ連れて行こうぜ。スコルピとトドゼルガに進化しそうな、これで。ドンカラスってこれ進化すんのかな、レベルで。ちょっとわからへんけど、レントラーと入れ替えよっか。もしかしたら進化、あ、こっち、あ、こっちでしょ。ガーディ、ガーディは、でも炎の石やったっけ、どれだっけ。ちょ、ごめん、優柔不断になってしもた。わかんねえ。でも俺闇カラス好きやから闇カラス行くわ。よし。そしてちょっと寄り道。いや、でもさ、この嵐の中さ、海出たくねえ、なんか。めっちゃ出てみたいんやけど。はよ行きたいな。こっちまず降りやなあかんのかな。ここ降りて、こっちか。ああ、この先ずーっと行って、うわっ、マジ入り口にいんの。ちょ、レベルだけ見たい。あ、いてててて、50。まあ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 、うえあぶね。あ、なにこれ。あ、進化してる。ちょ待って、俺持ってきたんじゃん。うわ、玉さらし持ってきたんや、最悪。まあいいや、待って、こっち、ふるなんでやねん、バックアタックやったやろ今。どないなってまんねん。あん、まだエミカラス行け。絶対ワンパンで死ぬや、お前氷技で。やめろよ。急所に当たりやすい。これにしようか。41？ めっちゃ高くね。やばい、なんちゅう技覚えてんねんこいつ。耐えるわけねえ。強っ。冷凍ビームはずるいって。いや、玉ざらしにしよっか。これやったらまだ冷凍ビーム耐えると思うから、スーパーボール使っちゃうか。しゃあないよな。来い。いやー、めちゃめちゃすごい。おー、ナイスー。おい、息子の前では抗えんかったか。よし、あれ、こっちだってる。なんか崖を越え、あ、こっちか。あ、入り口違うかもしらんな。これ、裏の浜ってどこやわ。ちょっとちゃうね。まあ、一応見とこっか。せっかく来たし。まあ、多分何もないんかな。ああ、何もないね。帰りまーす。せやから、ここか。あ、一個こっちな。この女の子の方な。はいはいはい。よっしゃ、強制イベントか。
建築隊のよりいちさん。誰？あ？この先で待っています。あ、海岸ベースの設営やって。ええやん、ええやん。よいしょ。どこで？ん？どこ行った？この先で待ってます言うてたよな。ムクホークに、あ、あれちょっと捕まえたいかもしらん。なんだかんだ持ってない俺。ふっ、なに、こっち向いた、くそ、捕まれ。おいー、レベル30か。こっちの方が弱いんやな。あれは、あれブイゼル、お、まあ、一応やっとくか。どこでキャンプできんねんやろ。あ、捕まらんかったな。でもここら辺ちょっと危険そうやから、キャンプっぽくはないよな。あ、ゴルダックや。あれはいいぞ。ほっ、しくった。よし。何？ほっ、どこらへんやろ、キャンプ設営地。やべ、ここ溺れんじゃん俺。危な。ここも普通にちょっと危険っぽいし、キャンプできたのとこないんやけど。あのおばはんどこ行ったんや。もうこの先あれ行っちゃうよ。あ、ペラップ。これはね、アイテム多すぎんねんこれ。あ、あ、どっか行ったやん。最悪。あれ、レアちゃん。他おらんねんけど。あ、ペラップいる、ペラップいる。違う。はい。でー。うわ、沈没船ある。これのことか。なんでやねん。ふる。お前捕まるまで連打してるからな。観念しろ、観念しろ。お前はもう捕まっている。しつこいぞ。ボールがなくなっても俺は投げ続けるからな。よし、ようやく観念したようだ。もう一匹、もう一匹。ほれ。ちょっと欲張っていこう、欲張っていこうぜ。おいー、こいつ2分の2な。あ、このペラップでかくね？ふる！ふる！これだいぶでかいんやけど。うぃー。これ、あれな、沈没船の中におんの？ふる！あと夜にしかおらんって言ってたから、夜に来なあかんねや。まだか、くれ！ふる！なんでお前、どんだけ重いね、これ。砲丸並みにあるやんけ。飛距離が砲丸以上なんよ。あかんね、なくなるて。ヘビーボールあかんのか。フェザーボールか。確かフェザーボールは飛行タイプが捕まえやすくなると、そういうことか。あ、玉垂らし進化可能やって。まあ後で進化させておきまーす。あれ、これ宝箱開けられへんの？で、あ、ポケモンか、もしかして。あ、ポケモンや、すげえ。そういうのもあるんやね。ほんで結構もう天どこまで来たよ。何これ、これ新しい。あ、違うわ、木や。あ、ただの木やった。あー、でもなんか見た感じ普通やで。全然怖くないというか、普通に綺麗な雪原やねんけど。おお、お前や。え、こんなとこに建てんの？こんな、お前。嘘。周辺にいるそうです、言うけど。こんなど真ん中に建てんの？ええの？ほんで、ここ観光名所やろ？わあ、すげえ。でけえ。でけえうんこみで。はい、取るよー。わろて。わろて。おい。おい、ナイス。もう一回。
もう一回、もう一回して。おい、いいね。なんかこっち向かへんねんけど、主人公。見とれてる。こっち向け。あ、これちゃん。喋ってる。助けてくれ。助けて、助けて。来るな。あ、おった、ヨネスケ。来るな、来るな。うわー、ポケモンが喋ってる。喋ってる。楽しそう。そんなわけない。助けてくれ。芸人みたい、なんか。お助け。かわいよ。なんかこれめっちゃでかい気すんねんけど。気のせいかな。やべ、敵の方が早いんやけど。強っ。なんかポケモン入れ替えてるせいか全然ええ感じならへんねんけど。まずい、どうしよう。ちょっと待って、レントラー置いてきてるから微妙なんやけど、これ倒せるか。すげえ微妙なんですけど。まあ、粉雪が抜群やからこれでいけるかな。あ、ナイス。オッケー、これはダメージないからいける。これでしまいよ、粉雪。えい。わあ、経験値おいしいな。キルリアにも吸わせたかったな。あんたのおかげで命拾いした。ポケモンが人の言葉を話すなんて聞いてないよ。おっかない、おっかない。人気のない場所で声がしたらお化けじゃなくてペラップだぞって故郷でよく言われてました。へえ。今はキャンプを設営してもらいます。あ、なんか今ペラップおったぞ。名前のとこハテナやったぞ。よしよし、ここで一旦回復しよっか。で、次連れていくやつやけど、ロコンにしようか。ロコンも進化するから、まあ、こんな感じかな。うん。ほんで、一旦休んで、夜まで休もっか。よし。あ、すごい、雨がさ、雨がこのテントに当たる音が、ほら、ポツ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 すんのよ。細かっ。ほんでここでヨノワールを捕まえろってことやな。危ない。違う、フワライドか。あ、いるいるいる、あれや。うわ、なんか凶悪やな。てこっから捕まえられへんか。あ、え、消えてんけど、マジ。あ、なんで、びっくりした。お前ちゃうて。なんか来た。あー、間に合わんかった。あかんあかんあかん、あかん、パラダイスになった。ちょ、一旦帰ろう。これはまずい。パラダイス状態まずい。おっちゃん助けて、おっちゃん。よし、ひとまずここに帰ってきたら安全で。ちょ、周りのポケモン邪魔やな。捕まえるか。捕まるかなこれ。お、捕ま、え、マジか。捕まってんけど。マジ？お、夜に捕まえた数プラス1。いいね。お前もついでに。よし。で、こ、今の間に、こう。オッケー。ほ。ふわ、あー、かんか。あかん！捕まって、無理か。まずいぞ、2対1は厳しい。ちょ、まずフワライド倒したいから、こっち来てくれ。ああ、なに、え、びっくりした。なにそれ、そんなんしてくんの。普通に見失ってんけど。まずい。うわー、めっちゃあげるやん。念力、あ、抜群じゃないのか。あ、じゃあ念力でいこっかな。勝てー。うわー、もうお前抜群なんかよ。マジ？なんかない？あ、悪が抜群や。オッケーオッケー、じゃあ辻斬りでいこっか。闇カラスの削り切れるかな。ほっ、よし、味覚や。
まあ防御力上げてもまあいけるでしょう。さあ、オッケー。ほんでね、キルリア進化させたいからちょっと回復させるわ。経験値結構おいしいからさ、少しだけ休みます。キルリア戦闘にせえへん方がいいかな。初手がやっぱさ取られちゃうからさ、ちょ、いらんポケモンやるか。ムクバードとかいっちゃう。で次後ろ取りたいからさ、木の実とか使ってみる。で一旦木の実とか使ってみようぜ。ほっ、どう木の実、どうだ、関係ないんか。お前じゃねえ、お前じゃねえ、不安定、お前じゃねえよ、お前のもんじゃねえよこれ。あかん、もう不安定が食うてしもてる。お前違うんやわ。オッケー、先手取れた、先手取れたから、エアスラッシュの早技でまあちょっと様子見て。結構減るな。あ、効果、え、ナイス。効果がない、ナイス。まあ、これで2回減らして、これでちょうどいい感じやね。スーパーボールいきまーす。ふり！わ！え、めっちゃ簡単、さまよる。いいね。おい。で、もうちょっと見たいな。なんかおらんかな。夜に捕まえた数1。あ、こっちも捕まえとこうぜ。進化前、進化前の方が結構重要やからね。ほっ背を向けたのがお前の敗因さ。今回エアスラッシュ普通ので赤まで行くんちゃう。あかん、倒してもうた。マジかよ。思ったよりうちのポケモン強いな。ヨノワール欲しいんやけど。ヨノワールちゃうわ。あ、何だっけ。え、あのポケモン何だっけ。名前ど忘れしてんけど。あ、合ってるか。ヨノ、合ってるわ。ヨノワール合ってます。ヨノワール様ヨールな。おい、取ってきたぜ。お連れですね。ああ、出さないで。わかりました。偉大通り乗り、皮膚ぎ島に行くという思い。僕も答えましょう。いつもはガラナさんのガーディーに手伝っていただくのですが、今回はオカリンさんが認めていただくための調理です。僕が合図したら、サで始まってルで終わるポケモンに悪の波動を指示してください。ほう、ポフィンみたいな、そういうことか。出してるけど、サマヨール出してるよ。3、2。あ、やっぱ怖いです。怒りますよ。ちょっと口調映ってるやん。怒りますよ。はい、数えていると怖さが募ります。ですので次は同時に行きましょう。行きます。ドーン、できた。あたりにかぐわしい香りが漂い、偉大刀の好物が出来上がった。偉大刀団子。おお。香りといい、形といい、最高の偉大刀団子ですね。イチョウの浜辺に参るとしましょう。イチョウの浜辺。ここか。さあ、と言いますことで今日はこの辺にしときましょうかね。次回は偉大刀を手に入れて、皮膚き島まで行っちゃうんかな。もしかしたらここでもうこの島終わっちゃうかもしんないね。というわけで次回の皮膚き島楽しみって思ってくれた人はグッドボタン、コメントぜひお願いします。それではまた次回、お疲れ、バイビー。